よーっしゃ、サムネ撮影。あ、ちょっとこれ動画、今日の動画撮った後に、頑張って撮ってます。はい、頑張りました。ウィー、金のバラ。これ、今作の写真機能マジで優秀だからね。これでね、カメラ使って、おー、すげえ、もう少し下かな。違うな。パシャリ。パシャリ。オッケー。はい、どうも、スクルトです。ということで、皆さん、あつ森楽しんでますでしょうか？ということで、今日はね、花の交配について紹介していきたいと思います。交配かな？まあ、花同士をね、組み合わせると、新しい色の花が生まれるっていうものなんですけども、まあ、初心者の人もいると思うんで、まあ、一から今日は簡単に説明していきたいと思います。まあ、もし分かってるよって人は、まあ、今作の、まあ、おさらいというか、まあ、金のバラのね、入手方法も紹介するので、よかったら参考にしてみてください。はい、というわけでね、今回バラをね、使って説明していきたいと思います。まあ、まず簡単にちょっとマイデザね、矢印使って申し訳ないんですけども、簡単にバラにはね、こんだけの種類があります。まず赤とね、赤を組み合わせると、黒いバラが生まれます。白と白を組み合わせると、紫ね、これちょっと黒とね、紫がね、見分けづらいかもしれないけど、まあわかるよね。紫が生まれます。で、赤と黄色を組み合わせると、まあオレンジ。赤と白でピンク。で、特殊赤と特殊赤で青が生まれます。まあこれについてはね、また後ほど説明したいと思います。まあ絵の具みたいな感じだね。うん、特に赤と黄色混ぜたらオレンジとか、赤白でピンクとか、まあそんな感じですね。はい。というわけで、まず、交配の方法なんですけども、まあ例えばね、ここに黄色いバラが埋まってます。で、周りのね、9マスが、じゃ、周り8マスか、ごめんね。周り8マスが、範囲となります。ここから、はい、というわけで、マイデザでちょっと説明するんですけども、この赤い四角があるところが、交配の適用範囲ですね。ここに自分の組み合わせたい色をね、植えることによって、まあ低確率っていうか、まあ運ゲーですね。例えばね、赤と赤植えたら、隣にね、赤が増殖することももちろんあります。で、低確率で黒が生まれますね。ちょっとここ汚くて申し訳ないんですけども、基本的には赤が増えてって、このように周りにね、黒いのが咲いたりします。まあここはね、根気よく水やりすれば大丈夫ですね。はい。で、まあ赤と赤に水やりする、まあ、白と白に水やりするとか、1日1回水やりを欠かさずにやってください。まあ、今作はね、枯れることがないので別に大丈夫なんですけども、まあ、とりあえず水をあげないと増やすことができません。雨の日はね、全部の花にね、水が自動的にされるので、水やりしなくてもいいですね。もう雨の日はマジでラッキーですね。もう花を増やすのにもってこいの時です。まあ、基本的に斜めにね、まあ、俺が今立ってる位置に植えることをおすすめしますね。斜めみたいな。そうすると効率よくね、増やすことができます。はい。で、さっき言った特殊赤について説明していきたいと思います。これ通常の赤とは違って、青バラがちょっと一番レアなんですけども、ちょっと待ってね。3段階ね、確か必要なんですよね。まず、この白と白で紫作りますよね。はい。この紫作ります。で、次、赤と黄色で、まあ、オレンジを作りますと。はい。で、さっきの紫とオレンジ。これでできた紫とオレンジね。これ、種からね、最初やってこないといけないですね。はい。種買って、最初、なんだ、ごめんね。ちょっと白白と赤黄の、ちゃんと種を買って、種植えて、これ作ります。で、これをね、水やりするとね、実は、赤色が生まれるんですよ。はい。今、この穴掘ったとこに赤色のバラが生まれます。まあ、それが、いわゆる特殊赤っていうやつですね。はい。特殊な赤色。で、この特殊な赤色、二つ。まあ、ちょっとここ、今回穴で表現するけどね。ここに特殊な赤いバラ、二つあります。そうすると、青いバラが咲きます。はい。
で、同じ色の花どうやって増やすのって話なんですけども、まあ、2本用意してください。2本用意して、まあ、真ん中に最初ね、2本から植えていくと、毎日水やり欠かさずしてると、まあ、こんな感じでたくさん増えることができ、増やすことができます。まあ最初はね、増えるペースもちろん遅いんですけども、増殖するたびにね、増える花の本数も増えてくるので、まあ、日にちが経てば経つほどたくさん増えるって感じです。で、水やりの方法は、まあ、この場合端っこしか増えないので、真ん中とかね、根作枯れないので、水やる必要はないですね。はい。で、水やりは6マス、自分のいるマスも含めて6マスのね、水がやられるので、まあ、うまく効率よく、まあ、端っこに、水が行き渡るようにこうやって毎日毎日水をやってください。はい。で、花は確定でね、増えるわけではなくて、まあ増えないね日もありますんで気をつけてください。はい、というわけで、まあ軽くバラの説明でしたね。なんかね、ちょっと花壇作ったんでちょっと紹介します。これチューリップだけど、うん、ちょっとここ1個余っちゃったけど、こんな感じでね、マイデザもうまく使うことで、花壇とかも作ることができます。このマイデザが敷いてあるとこは、もう花が増えないので、これ以上ね、ここに水やっても、まあ増えたら困るよね、さすがに。この石の床にさ、花咲いてきたらちょっとおかしいし嫌なんで、まあこんな感じで、これ以上増やしたくないときは、まあマイデザで囲ったり、あとこの柵、根柵にある柵を使うことで、増殖を増やす、防ぐことができます。はい、まあ、何かわからないことあったらね、質問してください。はい、そしてね、最後、今作の目玉、金のバラ、まあ、いつもね、目玉なんだけど、金のバラの入手条件なんですけども、黒いバラにあるものを使うと、金のバラを作ることができます。それがね、金のじょうろっていうやつなんですけども、今作どうやって入手するかっていうとね、まあ、ちょっとここにあるんですけども、島の、なんだ、評判。まあ、そのうちストーリーやっていくとね、評判っていうのがあると思うんですけども、この評判を星5にすると金のじょうろを静江さんから受け取ることができます。主な判定方法、評判の上げる方法なんですけども、花の数やっぱ重要になってきますんで、まあまだ序盤の人もたくさんいると思うんで、ぜひね、花をね、水やりして増やしといてください。うん、絶対なんか島のね、空きスペースとかあるし、今作スコップでね、花掘ればね、他のとこに移せるので、とりあえず島の空いたスペースで花に水やりをしてたくさん増やしておくことをおすすめします。あとは DIY の、作ったものを外とかにたくさん置くと島の評価が上がって金のじょうろがもらえます。レシピは、鉄鉱石1個としょぼいスコップで作ることができます。はい。で、この金のね、じょうろをね、ダメだよ。ちゃんとね、黒バラに、赤で低確率で出るこの黒バラにね、かけることでできます。ちょっと今回ね、やってみましょうか。今口に加えてるんだけど、まだ全然ないので。で、金のじょうろね、壊れちゃうんで、なるべく効率よく水やりした方がいいと思います。まあ今日は適当でいいかな。おはよう。はい、ってことで、何日か経ったんですけども、木のバラこれ咲いてますね、さっきのやつは。はい、じゃあちょっと上見に行ってみます。で、今作バラ以外にもね、チューリップ、アネモネ、ユリ、キク、ヒヤシンス、パンジー、コスモス、あとスズランもあるのかな、があるみたいです。よいしょ。あ、2つだけ咲いてますね。多分これは低確率ですね。水やったからって絶対にね、金のバラになるわけではないみたいです。はい、なんでまあ時間がかかるということですね。まあ、とりあえず黒バラをね、たくさん集めとけばちょっと確率は上がるのかな。まあそう簡単にね、金のバラゲットできたらね、つまんないからね。はい、というわけで今日はね、金のバラの入手方法を紹介してみました。何かね、わからないことあったら質問とかでなるべく答えたいと思いますんで、ぜひ初見さんでも知ってください。チャンネル登録、高評価もよかったらお願いします。というわけで、皆さん、どうもり、ちょっとお花ね、序盤から進めておくことを、育てておくことをお勧めします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。おつると。